姫山吉花賞は、兵庫県競馬組合が施行する、地方競馬の重賞競争である。JBC 指定競争となっている。1961年に創設された当初は、姫路競馬場で、兵庫県所属のアラブ系三歳馬によって行われた。兵庫県では三冠競争を、菊水賞、楠木賞全日本アラブ優勝と、六甲坂月の三レースに指定し、 この競争は三観の残念性的な色合いが強かったが、毎年姫路競馬の周期開催を彩る競争として親しまれてきた。その後、アラブ競争馬の生産の減少に伴う規模の縮小とサラブレッドの導入に伴う兵庫県競馬の競争体系見直しから2000年より福パーク記念とともにアラブ三観に指定されるようになったが、 さらなるアラブ競争馬の減少からわずか2年でアラブ参観が廃止された。2002年より出走資格をサラブレットに変更。出走条件も3歳以上に拡大し、東海地区、金沢、兵庫県競馬組合イーコールそのダ、姫路の中日本地区ブロック交流戦として開催されるようになり、その年だけは姫路1500メートルで行われたが、2003年より、 そのだけ馬上1700メートルでの開催。また2005年度からジャパンブリーディングファームズカップの出走馬選定レースに指定され、合わせて南関東地区にも交流枠を拡大することとなった。ありがとうございます。